第13代徳川将軍正室篤姫、彼女の生涯にはある秘密があった。さすがは江戸の町、薩摩とはまるで違うの。篤姫が現代にタイムスリップ？今日一日ここで働いてみる気はないかな。篤姫がクラブでホステスに？言うなればここは大奥、大事なことだから2回言うわね。君のことを好きになった。話し方も態度も何もかもダメ。今すぐ辞めさせるべきです。私がお主に代わってナンバーワンになる。神妙に勝負じゃ。現代の大奥で繰り広げられる女の熱き戦い。こちら音楽プロデューサーのズンクさんよ。今の時代、誰もが好きな道を志せるのであろう。何故やりたいことは諦めねばならんのじゃ。やっぱり元の時代に戻らなければこの世界がなくなってしまう可能性もある。自分の心を偽っては天に声など届きますまい。私はこの時代が気に入った。一生こちらで過ごす。果たして篤姫たちを待ち受けている驚きの未来とは。ナンバーワンじゃ。篤姫ナンバーワン。4月7日ロードショー。